甘い。これ交換？これ効果だよ。ごめんちゃ美味しい。うん、甘い。甘い？うん。うん、確かに。甘いよ。粒がしっかりしてる？粒が。うまかった。ちょっと甘い。甘い。甘い。甘いな、でも味付け本当に。でも確かにちょっと、つぶつぶ感強いかも。ダメだよ。普通のやつよりは。ダメだよ。もずく。ダメ。うまい、うん。みょうがご飯との相性もいいの。知らん。知らん。みょうがはさっぱりしてるだけ。はい、相性がいいか、ゆうちゃんが。でもこれ1個3000円、確かにちょっと高い。1個つかん、1箱か、1箱3000円のだけのか。僕はね、食べれるものが違うもんね、ほんと。これはつぶつぶしないよ、全く。うん、ちょっと調理もしない。どう、甘いがに特徴ある。粒粒、でも粒粒したから美味しかったです。そうだね、ポロポロしてる。完全発達に自分で払うかって言われたらちょっと払うな。まあ、普通に開けるもんだからいいのか。あげた人にいくらぐらいって思うんだよ。え、でも200個って高いからさ。あ、高いんだ。売り物できたら高いものって思うと思うよ。3000円はするって思うんじゃない。別にびっくりはしないけど、めっちゃいいこと3000円って感じ。ガチなの。うん、ガチする。ね、こっちさ、賞味期限短いからさ、うん、そこが使いづらいなって思う。もう解凍したらすぐに。そう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 。それが長かったら、日持ちするものの方がね、ありがたい。あ、贈り物として。うん、確かに。まあ、冷凍すればね、さ、きっとね、一春さ、冷凍してもさ、高いの商品で一腹使うとは限らないから。一腹美味しいね。美味しい。皮が薄い。皮が薄い。うん、まるでピクピクピクうるさいでしょ。ピクピクやると NGC になるから。皮が薄い。普通の麺とやっぱもっと皮の主張激しいです。うん、包丁で切った時が切りやすかった。ああ、切りやすかった。うん、ちょっと味見する。どういうこと？どういうこと？一個味くもらおうかな。ミョウガうまい。ミョウガ、いくら入ってる。たまねちゃたまね。じゃあまだ強調して。ちょっと早く。あ、そうじゃん。なしてる。